しいかもこの時間帯は、ね、電車に間違えた。今日のエピソード、今日は電車を逆方向に乗り、乗り間違え、そう本当は、A のところに行く新幹線に乗らないといけないのに、その真逆の方向の B の電車に乗ってて、新幹線新幹線どういうか、え電車、うん、いや新幹線って言った、嘘言った、そう電車に乗っちゃってて逆方向に行ってて、そうなんですよ、結構タイムロスしました。え本当やったら何分だったっけな、なんか、うん、4分しか乗らなくていいのに、うん、合計20分ぐらい乗ってた無駄に、でもね、すぐに電車がさ来たからよかったけどさ、うん、すぐに来なかってさ、その何十分に1本とかだったらもう終電とかやったら終わってたけど、ね、無事に帰ってこれました。こんばんは。そう新幹線ではない、新幹線だ、うん、新幹線の言い間違ったもだいぶ違うんだけど、こんばんは。今日はお昼からのねお仕事だったんですけど、うもうなんか一日長く感じました。今日はお仕事が終わった後お時間があったのでね、ちょっとご飯を行ったんですけど、うん、また乗せますね、乗せますね、ね、かわいいワンピース、今年もこの季節になりました。去年ね、いただいてファンの方からいただいた、うん、あ、そうなんだ、いただき物だって。でも後日はまいちゃんと色違いっていう、うん、イメージある。千穂さんも持ったんやったっけな、うん、サラピも持ってる、なんか誰か持ってた、千穂さんとサラピが色違いで持ってるみたいな、なんか持ってるよね。だ気がする。私も今日はワンピースにしました。失敗しました、寒かった、ね、寒かった、寒かったです、すごく。なんか最近は季節感が難しくてね、難しいよね、暑かった。今この部屋は暑いです。そう暑い、あちちです、ね、ハマったね今日また違うなんかでハマったよね、写真撮ってもらった時に、なんかイエーっていうのが、うん、流行ったよね。でその後もハマったよね、うん、よくハマる。誰かのくしゃみが、うん、聞こえる、ハクション、ハクション、もうすごく眠たくなってしまった。いいよ寝て。寝ていい そこね、うん、寝ていいここに布団があるっていうのにここで寝れるんだ変な肩の貸し方。久々じゃない、一緒に配信するの。そうでもないかな、そうでもない、この前なんか配信した記憶あるもん、なんかうちらからしたら久々、うん、いや同室じゃない、同室じゃないです来てもらってます、お邪魔してます。そう来てって言って、行っていいみたいな、来てって、うん、来ちゃいました。来てくれました。はい、そう来ちゃったの、仲良しです、仲良しなのね、仲良し、まあ仲良しな、仲良しとかもうレベルじゃないぐらい一緒にいるけど、もうね、もう熟年夫婦ね、熟熟夫婦、喧嘩超えて、喧嘩すら してないもん、なんか、うん、赤ちゃんみたいな扱いしてそうだね、生まれ変わった私、猫ちゃん、にゃんこ、そら、うん、にゃんにゃんってこと、猫よ。さっきもうさつい5分前ぐらいも言われたよね、うん、猫なのって、猫ちゃん、にゃんにゃんだよって言われた。そうだよ、ソラパセね、ソラパセ需要はあるのか知らんけど、需要とか関係ないので、うん、そうなんよね本当に自分たちが痛いだけ、痛いからいる、うん、ファンの人からすっごい反対されても、うん、いや私たちは仲良くて、そう、セット売りのためにいるとかじゃなく、うん、普通に逆にね、こんなにもさ表に出てないさユニットないぐらいのね、うんうん、いるもんね。
今日ねサラピとなんかほぼ一緒にいたんですけど、うん、なんで二人はそんな一緒にいるのってずっと飽きないの一緒にいて何喋るのそうめっちゃいつから仲良くなったのそうそうめっちゃね面接かと思っためっちゃ聞かれましたそうでも全部ちゃんと答えたよね二人で写真撮ってあげようかってめっちゃ聞いてくれたけどでも載せるとこないっけん、うん、別に撮って2人の写真あんまり載せないようにして て、ね、してからメールでも一緒に出かけたやつも一緒に行ったって言ってないし、うん、別にそういうなんか、うん、そうなんよね、うん、写真とめっちゃ毎日のように撮っとるけど、うん、ツーショットありますよね、うん、自分たちの思い出に載せとってるだけ、うん、風呂上がりとかのすっぴんのツーショットとかもいっぱいあるしいっぱいあるけど載せてない、うん、載せてません載せてないだけだよ、うん、ずっと一緒にいるんだけどねそうなんだよ載せすぎてもあれなのでそうなの明日から修学旅行で長崎に行きます修学旅行いいな連れてって私もてってキャリーの中に入る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 いいなハウステンボス行きたいミフィーのパレード、ね、行きたいね新しくなってて行きたいねこの前行ったけどね2ヶ月前行ったねツーショット見返したりするのってするよするよねそれシンガポールや一瞬なんやと思ったら来ないよ一瞬なんやと思ったああ、かった私この前見たわ見た見返したそう見た、うん可愛かったよね。うん。あ、梶裕貴さんで、あの時のスペシャル。あ、そう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 。マクアーサー。可愛い。ね。私の好きな声優さん、梶裕貴さんがね、スペシャルで出てた。スペシャルやったんけどね。ゲストか。ここか。ツッコミどころ多めよ。うん。キッドとね、キッドが新一に放っとって。そう。こんばんは。1212じゃあこれからマイカーの活動方針をお話しくださいはいまず絶対に決めていることは、はい、ノースリーブにすることです、はいまあ、マイカーね初期の頃からね T シャツがあるんですけどここにドーンってマイカーって書いてあるやつ、はい、あれをちょっとどうにかしてまあ、マネージャーさんそしてスタイリストさんにちょっと相談いたしまして、はい切っていただいてこう入れたりとかして、まあ、人それぞれ違ったデザインのね、はい、あのフリルとかそうフリルつけてもベースとかそうだからフリルつけてちょうどノースリーブになるようにするのでこの辺まで切ってこっからのもうキャミソールなんでそうもうそう人それぞれねあの個性に合ったノースリーブのねこうデザインにしていきたいっていう、はい、こう思ってまして、はい、でね5人になってしまうのでもう少しで、うんまあ、どうなるのか分かりませんがでも他のユニットもね人数がギリギリということをこの前ね、はい、話してて聞いたので、はいまあ、もしかしたらねなんか変わっていくのかもしれないですけどとりあえず、まあ、5人になるまではみんな個々でちょっと力をつけていただいてで、ね、もう個性が強すぎるメンバーなので、まあ、それが合わさった時にねそう最強のユニットになれるようにねじゃあ頑張っていきたいと思いますねもっとスポーツ要素もやっぱり頑張らないとみんなラジオだったりね持ってるんですけど、まあ、テレビ出たりとかも頑張ってるんですけどねやっぱまだスポーツ要素がないですよゆなゆなちゃんはねまずもう走ることも全般的に好き私は剣道武道が好きパセリちゃんはパセリちゃんパセリちゃんはバスケットボールはいノアピババイオリン、うん、テニスできるあテニスできるの、うん、あそうなの言ってたじゃテニスできるってことは球技ができるうんリコチなんだリコチは海外の方に英語で確かにスポーツの良さを届けるリコチも何でもできそうだけどね、うん、でも RCC 駅伝部としてね私と葵さんと3人でよくやってるからでも私学生の頃駅伝部やってたマジ私さめっちゃさあのリレーとか出たかったんよ学級対抗とか、うん、でも学級対抗ね、うんうん、全然無理だったえバスケ部は強制よえそうなん学級対抗もバスケ部は絶対選ばれるし学級対抗 800m とかなんかしかもさ学級対抗でさ、うん、いっぱいあるやん
障害物とかいろんな競争があるから、私はでもアンパンが食べたすぎて障害物行って、あの上に乗るやつがいいって言ってパン食い競争、パン食い今日最後のやつの上に乗らせてもらってた。一回しかやったことないけどね、中1しかやったことない、中2も中3も出てない出れんかった。あ、そっか、そう、まあ、STU のね、そう、お仕事優先したら出れんかったからね。そうだよね、私は22で入っとるけんさ、あれやけど太郎はもう14歳からだもんね。修学旅行も行けんかったそうか、両方。じゃあ今からそうだよ、一緒に駅伝でもいっぱいする、走ったりするからスポーツはしとる、うん、そうだね。文化祭とかちょっとやってみたかった。わかる、私も経験してない、うん、そういう、私通信だったから高校が。私も悲しい。わしもだよ。お耳かわいそう、イヤリングなんですよ。今日はちょっとお姉さんになりたかったので、うん、こちっちゃなゴールドのイヤリングをつけて。私は何もつけていません。お姉さんでしょ、かわいい、お気に入り。ここを結んでいます。なんでかっていうと雨だからです。かわいい、かわいい。やって、え、私うんそうよ、くるくる。猫耳、まつげ長い、そうなの、まつげ長いの褒められて、まつげ、まつげちゃん、まつげちゃんだよ僕。でもね、逆まつげがすごすぎてね、この前めっちゃいろんなメイクさんに言われた。下まつげがね、そう、もう目に入ってるんですよ。だからめっちゃ痛いの、目がね。まつげ目に入るよね。そうなんですよ。汗も入るよ。嘘、たまに一本とか入る。空の実、いや多分空花、空花実じゃない、空花実じゃないまつげついてる。え、いや、わかった、うん、え、わかった、私何に覚えてるか。うん、ソラハって呼んだからでしょ、うん、うん、バレるじゃん。はいなんで今日ずっとこんなんなんですよね。ソラハが変な人みたいななってる。さっきもさ、一緒にさ、うん、サラピとおってさ、うん、サラピがに対してさ、冗談交じってこんなことしたらさ、うん落ち込んでんの？うん、なんかすっごい外では冷たいんですよ、うん、何その顔。最近ちょっと変な、変な顔するのよ。待って、最近なんや。うん、最近、いつもしとる、いつも、え、めっちゃ前からしとる、もしかして最近はやっとる、自分、最近自分の中でハマっとるんやけど。体重良くなったよ、今日もね、ご飯いっぱい食べたので良くなりました。え、本当に昨日はね、頭本当に良かった。食べてないんですよ。いや、でもこの前、あのさ、配信前にさ、一緒にさ、ご飯食べてね、食べる時と食べらないんだよね、あの、お腹に入らないんだよね。そう、大事な日に限って入らないんですよ。公演の日とかね、私は食べる。そうね、食べれないの。お菓子食べる、お腹がムカムカ、うん、うわ、今日昼ご飯めっちゃ食べたけんね。そう、ずっと行きたかったところ行ってきた。そう、いいよ。有明っていう、うん、お寿司屋さん、まあ、海鮮丼も食べれるんですけど、うん、もう本当にね、行きたくて行きたくて行きたかったんですけど、私が前に一回行って美味しかったから一緒行こうって言って、この前行こうとしたよね、本当はね。そう、行こうとしたけどやめたよね。そう、やめたの。またインスタグラムで紹介するぞ。うん、二人とも始めたのでよかったら見てください。フォローしてね。ソラのフォローをほんまに述べなくて悩んでる。そう、サラピにも言った今日インスタのプロやからな。もう嫌なんだけどもう述べない。インスタの方針がむずくて、うん、海鮮丼、海鮮丼、うちら海鮮大好きマン。そうだよ、肉か魚って言われたらもう魚。スーパーのね、半額の魚買いに行く。大好き。じゃあ、要は究極の2つするよ、はい、言って。
魚か空派。究極なんやそれ。究極魚か空派。空派空派全然究極じゃないけど。じゃあ、うん、どうしようかな。究極やろ、うん、究極ってどういうこと。究極真逆のことよ。真逆なこと、うん、じゃあ死なのか空派。空派全然究極じゃない。究極は、うん、あ、分かった究極やろ、うん、アイスか空派。空派だから崖から落ちそうな時に、うん、今から助かるか、うん、助かる代わりにめっちゃ嫌い なんかクソまずご飯食べるかみたいな、なんかそういうめちゃめちゃまずご飯、なんかあの世界で一番臭い料理みたいなやつとかを食べるかみたいな。じゃあ、あ、分かった。んはい、ソラハと一緒に、はい、究極に美味しくないものを食べるか、はい、ソラハと一緒に、うん、究極の美味しいものを食べるか。ソラハとして美味しいものを食べるやん。え、なんでどういうこと、わからんねえ、どういうこと、ねえ、どういうこと。一緒だから、一人で美味しいものを食べるか、ソラハとまずいものを食べるか。あー、じゃあ、うん、一人で美味しいものを食べるか、うん、同じこと言います。ソラハと美味しくないものを食べるか。なんで同じこと言った。どうも、一人で美味しいもの食べる。なんで空をしてるの。なんで、なんで、難しい、難しいね。じゃあいいよ、究極の選択、カモン。ラーメンを一生食べれないか、パセと一生一緒にいれないか。え、がどっちが嫌。どっちがいい、どっちがいいか。ラーメンを一生食べれない。難しいね、これ質問考える。なんで。え、うちら最近言っとるやん。何、一生一緒にいようね。一生ね、一生一緒にいようねって言ってるじゃん、即答よ。何、何、もう、ん、何でも、何でもパーちゃんが関わったら何でもパーちゃん優先。かわいいって言ってるじゃん。かわいいんだけど、そっと言ってる、ね、ちゃん優先なの。そうだよ、パーちゃん優先だよ、何でも。例えば、うん、今日はもう絶対に松葉行かないと、もう行けないって言われても、うん、いけない。例えばもう今日松葉行かないと、もう1ヶ月以上行けないってなっても、パーちゃんからお出かけ行こうって言われたら、もう松葉バーンって言ってもうパセたんす。ほんとか。でも今日、うん、今日もう本当に、うん、あの、なんだろう、兵庫帰れないと、もう次帰れるのいつか分かんない、1年後か10年後か分かんないって言われても、パセから一緒に遊ぼうって言われたら、もう家族バーンって。本当？じゃあ試してみようかな。え、いつ次帰るときは試してみようか。今すぐ帰ってきてよね、交通費出すから来てっていう。あれ、あれ、あれれ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 れ、あれれ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 れ、誰も混ぜません、私たちの間には。混ぜたくないやろ、みんな。違うんだ、気まずいよね。気まずいよ、きっと。いや、それを見たいかもしれない。奇数の人ってさ、気まずいじゃん、なんか、うん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 、共通の話題がさ、ここと、ここと、またこことでさ、共通の、3人共通とかじゃないと難しいよね。うんうんうん、難しいね、難しいでしょね。こんばんは、こんばんは、ま、一緒に遊びに行く日、うん、一緒に寝坊してる2人だった気がするんだけど。だってそうだよね、うん、2人して寝坊っていうかさ、もうなんか諦めるよね、うん、起きたらさ何時、あ、もう無理や、ねえねえ、もう無理だよね、もう無理だ、寝ようってなる。寝て違うとこに行く。そう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 、
スーパーとか。わかる。スーパーよく行くよね、うん、ね、行くよね。あ、一緒に行くならどことどこみたいなやって、じゃあ一緒に行くなら、うん、一緒に行くなら北海道か沖縄どっち。あ、じゃあせーのでいいよ。え、ちょっと待って待って、ちょっと待ってよ。うわー、うわー、行くよ、うわー、行くよ、せーの、うわー。別にそれで行けるわけじゃん。みんながさ、チケット用意してくれるわけじゃない。そうか、そうか、行き、OK、行くよ、せーの、北海道。よかった、よかった、よかった、よかった。北海道ね、OK。 北海道行ったことないから行きたい。ほんと、うん、案内できないけど行こう、うん、行きたい。ルタオのチーズケーキ、ほんと美味しい。海鮮でね、美味しいし。で、沖縄も行きたいな。じゃあ何する、ほか、選択2個。難しい、難しいね、こういう。じゃあ一生お眉か一生前髪が目にかかってるか。お腹痛い、筋肉痛だよね。筋肉痛でお腹痛いの。みんな言ったらもんね。マジで痛い。ちょっと待って、それはさ、前髪長かったアレンジできない、うん、負けない、もうずっと目にかかってる。オッケーオッケー、いいよ、せーの、お前言う。もう経験したから、私2、3週間ぐらい、私はお前経験したよ。みんなに可愛いって言われたし、それでもう生写真撮影もしたし、うん、もう逆に一生残るから、私お前言うの生写真撮影。私はみんなにさ、いいじゃんとか言われた。え、みんな絶対に出た、あのね、生写真グッズ出たら分かる。あ、こん時そらお前だとか撮影だ。もうどん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 上がっていった。え、そろそろ出るんじゃない。ほんまにもうね、スタッフさんみんなに言われて、え、そらちゃん大丈夫、うん、ね、伸びたねって言われてるよね。え、そう、もう本当に私前髪だけ伸びるの早いから、お眉グッズもぜひチェックしてください、出たら、うん、グッズね。あ、グッズ7周年のツアーのグッズもね、かわいいよね。ね、ゆみりんさんの卒業コンサートの時にね、作っていただいた衣装ですよね。嬉しい。あの衣装最近着る機会結構ある。ね、うちはアクリルスタンド、タオル、タオルと、あとなんかさ、こういう細長いのもなかった？かわいい、なんかキーホルダーって名前のキーホルダーみたいな、あったっけ。あったような気がする。あとなんかアクリルカード、うんうんうん。あとね、何円以上買ったらね、7周年のロゴステッカーついてくるらしい。私あれ欲しいからちょっと買いたいけど、もう推しメンがいないから買えないっていう。そうだよね、悔しい。私もだよ、やばい。イエー、誰の買おうかな。私は、うん、いらない、うん、横にずっといてくれるからいらない。ちょうど掛け軸で俺の嫁って。やば、ありがとう、私のために。私のためにありがとう。でも私、あのサトローの買ったことあるよね、グッズ、うん、1個ね、持ってるよね。普通にあの STU のグッズショップで送料かけて買ったんですよ、チアリーダーの。そう、めっちゃパセがいる中に私が1個いたの。家族用の自分のキーホルダー6個ぐらい買って、もろすぎるやけど、その中に紛れさせて、そう、シナノソラハのキーホルダー買ったことある。おもろすぎる、ほんま。なんか本当にその時はもうメンタルが、もう、もう頑張れるためにチアリーダーのソラハに応援されたいと思って買ったの。かわいすぎけどさ、グッズショップってさ、時差あるじゃん、うん、僕の予約だからさ、しかも実家に届いて気まずかった。おもろいな、レッテルよね。お母さんが開封してびっくりしちゃうよね。あ、なに、おしししか勝たん、おししか勝たん、勝たんよな。でももう私は推しがいない、ね、もうしかも作らないって決めてるから。推しは作らない、 STU にはもう作らない。ああ、他のグループさんはね、
そう、他のアイドルさんを応援してるっていうか見てるけどね。なんか他にさ、うん、推しというかさ、そういう憧れの人がいるとさ勉強になっていいよね。そう、今日もヒルナンデス見てたね。見てたね、キャキャしたよね、寝起きで見てた、ね、そう、寝起き、やばい、今日じゃんとか言ってて、そうそう、佐々木舞香さんが言ってた、イコールラブのって感じかった、ね、イコールラブの佐々木舞香です、可愛かった、ね、顔面国宝だった。だから今日ヒルナンデス見てた方はね、あの同じ時間に同じもの見てたので、私はその時必死にメイクしてた、やばい、そうそう、置いてかれるって言ってメイクしてた。私の横でまだ寝とったよね。ねえねえ見て、あれ見てって、かわいいよあれ、あれであれでって言ってたけど、うーんって寝とったまだ、うん、そうだよね、だって眠たかったんだもん、寝てたね、おねんねタイムだった、そうだよ、眠かった。ヒルナンデスもいつの間にか音楽変わったやん、うん、私の時代ってさ、ヒーローヒーローヒーローなんです、でもさ、あのキャラクターが来たっけんよ、あれ、あ、そうなの、なんだっけ、あの黄色の可愛い、うん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 、え、そうなの、そのぐらいからじゃない、え、結構早い、そうか、あれでずっと止まってるからさ、今日は旅でしたね。前はなんか猫ちゃんだったじゃん、ピンク、うんうんうん、にゃーやね、にゃー、今何分なんだろう、今38分だよ、あれ、まあめっちゃしてるね、まあしちゃおうか、うん、暑いこの部屋、違うよそれは部屋のせいじゃないよ、スラハトいるからさ。冷房つけ、フェルナンデスくん、あ、それやん、フェルナンデス、ピンクの猫、にゃーにゃーにゃー、寒い寒い、わー、夜中にお腹空きそう、夜ご飯食べてないから、僕お菓子いっぱい持ってきた、僕もお菓子買った、みんなは夜お菓子とか食べちゃったりしますか？そういう時はどうしていますか？私たちは食べちゃいます、食べて食べて、うん、うわー食べちゃったー、太ったって言って寝てるね。でも朝起きたらまたお腹空いてる、意味わからん、なんでなんだろうね、寝るのってさ消費されるのかな、うん、でも言うよね、体力使うって、うん、いや何思ってたと思う、何、前髪変だよって、何何言って、何、いやね、この26歳でこの髪型すんのって、可愛いって言ったじゃん、何、じゃあ何、うん、言わない、じゃあなんだ、じゃあ書くね、ここに、うん、何、見えないとか書こう、可愛い、やむなし。やむなし、かわいい、うん、ずっと見よったらね、ずっと見よったらかわいい、一瞬だけ高く、失礼極まりなさすぎ、でよくないそっちの方が、なんか一瞬見てさかわいいけどさ、うん、ずっと見たらかわいくないってやったらさ、うん、つらいじゃん、確かに、それ似たようなこと今日聞いたんです、さっきね、え、なんで、え、何キャラクターあったあった、うん、あったあった、あった見た、あさみみちゃんのやつ行きたいね。あれ、あさみみちゃん、え、ねえ、サンキューマート行けない。ね。サンキューマートで今コラボであさみみちゃんやってるんですよ。でも本当に行けてなくて。この前行こうと思ったんだよね。うん、でもね、体の疲れがやばくて行けなかったんですよ。起きれなかったんだよね。集合時間までにね。そう、行けなかった。あさみみちゃんどうしよう。なかったらもうなかったらどうしよう。作るか。自分で、ね、作るしかないか、そうなの、サトロの好きなウサギのキャラクター、そう、可愛いから見てみてほしい、そら、そういう子だから、あさみみちゃんと似てるから、似てるよね、うん、どういうとこが甘えん坊なところ、似てますよ、甘えてないもん、
そういうとこや。うん、何、あのね、歌を歌いそうになってしまったあね、うん、歌を歌いそうになってしまった、危なかった。もうツアーの初日とかも終わるまでレッスンとかの歌も歌えそうです。もう歌えそう、そうだよ。私マジでさ、うん、あの何やったっけ、2 years later のさ、うん、ごめんね神よが一緒に空ったもん。ごめんね神よ、どうぞ。歌ってな、映ってなかったね。マナさんの動画見てね。ごめんね神よって言ったの。私もやりたい、2 years later やりたい。いいよ、だらしない愛し方やろうな一緒に。うん、重すぎるソングよ。横転している私の手首は恋したく、それは1回かも、恋した。誰に、え、私、違う違ったえ、ツアー楽しみにしててほしいよね。絶対みんな来た方がいいよね。てかね、行けるなら全通した方がいい。それ交通費大変やけど、いやけど、ほんっていう感じだよ、セットリストが。うんね、うん、なんか自分が聴きたい曲がもしかしたら来れないとこであるかもみたいな感じなんで、ね、そうなんよ、セットリストが、うん、そうなんですよ。そう、ほんまに難しいんやけどね、なんかこういう、なんか言えないからさ、寒い、やっぱり。あ、寒いね、うん、疲労ね。そうよ、そうね、難しい、ね、そう、難しいんだけどね。配信も前回じゃないからね。そうだよ、ね、ちょっとね、楽しいけど配信あるところもあるので、神戸来てくれるの嬉しい。なかなか統合でできないよって方も配信で見てもらえたら嬉しいけど、うん、ね、みんなもさ、今ってさ、あのね、税金とか払ったので精一杯だったりするじゃん。そらほんまにびっくりする、大人になって。そうでしょう、はがきが来てビビるもんだからさ、うん、その趣味にお金を使うっていうのもさ、結構ね、すごいよね。お話し会だったりそういうのもすごく大変だけども、それくらい見てほしいっていう気持ちだけど、うん、みんなのね、お金大事にしてほしい気持ちも。そうで、アルバムもね、発売されるからね。そうなのよ、やばいやつ。楽しみ。行く会場に配信があって、行かない会場に配信がない悲しい。じゃあ瀬取りとか毎回メールとかでお知らせするね、ね、オフショット。どんな衣装を着るかはまだわからないけど、うん、どこかには行きます。ありがとう、待ってる、待ってるね。初日は私の地元兵庫県、楽しみ。去年もだったね。そう、嬉しいよね、神戸から始まるの嬉しい。やっぱ違う気持ち、地元ってなって、やっぱ感想とか振られるから。あ、そうだね、確かに振られたりとか、うん、それこそサングラスデイズの時は、うん、あの感想、サングラスデイズのさ、うん、感想に、うん、なんか言うじゃん、うん、あれ、ああいうのあったりとか、うん、こうできるから、やっぱ気持ちが緊張するより。そうだよね、今回もドキドキ。そういうので緊張、緊張じゃない、実感する、うん、なんか福岡とかあったじゃん去年、うんうん、そういう時にさ、福岡メンバーが喋ったりしてて、うんうん、ねえ、長崎もいつか佐太郎とね、行きたいね。この前行ったけど、うん、プライベートでね、プライベートで行ったけど、うん、行きたい。47都道府県ツアー楽しそう。よくない？え、課外活動でもあったらよくない？うん、マイカーで車の旅、うん、免許、うなちゃん、私あるよ。あんたじゃん、やってないじゃん。そうだよ、もううなちゃんが一番やったんじゃない？そうだよ、では私4年ペーパーやからやばすぎる、やばい。
47分現地ツアー。お腹空いた？うん、食べた。食べたね。確かにスケイさん47都道府県してた。佐賀行った。すごい。佐賀。何が始まったのかと思った。ペーパー仲間イエーイ。免許持ってない。免許スタロー持ってない。持ってない。仲間よ。でも私も持ってないに等しい。ただの身分証だもん。難しかったもん。また通います。乗ることがあれば。人生でなんかやばい。なるね。恥ずかしいね。ペーパーゴールの仲間イエーイ。なんか罪悪感すごいもん。ペーパーなんで、うん、ペーパーなんだからさ。実績がなさすぎて。でもそれも水上バイクの免許持ってるんやけどさ、うん、もう乗ってないからさ3年ぐらい、うん、だから今年更新しに行かなかった。あ、そうなの。そうじゃないと切れちゃうの。どういう試験。筆記。え、なんかな、多分筆記なんかな。どこで更新できるの。え、方言じゃない、広島でできるよ。あ、そうなんだ。そう、この前観音でやった気がする。へえ。めっちゃフーンとかってやったよ。へえ。すごいやろ。私だからユニバ出れるよ。ユニバで、ユニバのショー出れる。そう、ショー出れる。ウォーターワールドのショー出れる。フーンとかできちゃう。水上バイク、え、超楽しかったよ。へえ。楽しそう。いや、難しそうだね、水って。乗る、一緒に。元気に帰ってこれるのなら。酔っちゃうかもね。うん、私すぐ酔うか。でも酔うとかじゃないの。もうずっと早いの。ずっと早いから酔うとかない。酔ってさ、もう出ちゃった場合さ、ピョンってさ、一瞬で通り過ぎてくる。ああ。え、そういうとこ出してる。出したことない。でも抑えてるよ。やばいよ、本当に。で、なんかこういうことすっごい言ってくるんですよ、定期的に。本当に。何、私嫌だって。嫌だって。そうやってなんか全部事細かく再現っていうかするの嫌だ。言うだけでもあれなのに、こうやって手とかつけてやってこん、もう想像できて嫌だ。やばね。キラキラが発射されちゃう。ごめんね神よ、どうぞ許したまえ。やりたい、ずっとやってみたい曲なのこれ。何何。恋を信じてなかった、私は悪い女です。どの花だ。やがて何の花が咲くよ。素敵だったよ。ああ、もう次歌うの二人だよ。やばいね。ソちゃんが泣いたらマイケルが一人で歌わないけど。全部全部だよ。そうね。今さ、公式プロフィールのドラサのランさ、めっちゃなんかヒュンってなってるじゃん。いや、そう、めっちゃ悲しい。で、くっついて、やばいよ、ね、ドラさん、私5番手だったのに2番手になんだけど。おかしいよ。2番手。おかしいんだけど。私も春夏秋冬とかさ、うん、24人中20、21番手とかそんぐらいだったのにさ、うん、もうどんどん卒業メンバーが増えてさ、うん、気づいたらもう半分ぐらいしかいないから。そうよな。14、3、13、半分、約半分になるわけさ、ね、びっくりする。キスエさんがほんまにもうわからんね。だってユニットやん、うん、ユニットでき6人か。6人になる。6人になるんだよね、お母さんとひなさんが。そうだからやばいよ、6人ってユニットやん、うん。最近鬼滅披露曲多いよね。うん、2人やったらもう何でもできるよ。ユニット曲。確かに。もう51分だって。はいよ。読む？壇上。でも壇上読んだらお風呂入らないといけないってこと。それは10分後でもそうよ。分かった。じゃあ一緒入ろうよ。やだ。なんで。やだから。なんで。
嫌です。なんで？お断りです。なんで？なんでなの？ここがお家じゃないからってこと？うん、ちょっと厳しい、ちょっと無理かも。いいもん。いいもん、別に一人で入るし。入ってあげてって。いいっす。入ってあげたってよかったね、味方がいるね。え、入ってほしいよね。入ったみんなは別に見てるわけじゃないか。見せねえよ。ほんとかわいそう、みんな何見せられてんだ、かわいそう。ほんとだよね、1時間近くみんなこんな2人のおしゃべり見てくれてありがとうございます。水道代の節約。そうだよね、ホテルさんもやっぱりさ払わないといけないよね、水道とか。そうか、そう、やっぱ一緒に入った方が。そう、お家なら入ったのかって。入らない。あ、仕事がはかどってます、ね、本当に。ラジオ代わりに。そりゃよかった、そりゃよかった。今日さ、スマホが遠いからさ、あのコメントの文字を見るので精一杯なの。ね、目がんびやきしちゃう、見て遠い。ね、先輩の背中流さないと、先輩の背中流さないと。コシ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 。ね、コシコシ。すぐコント始めるって、ほらやべえ、ね、コントやったね、これショートコント。いや、ロングコントやろ。ゴシ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 ピッピッピーポッピッピッピッ。なんかお腹空いてるわけじゃないけどさ、最近食べたい気持ちになるよね。いっぱい持ってきてって紹介して。もう終わる時間、あと4分や。内緒一緒なんだ。この後大丈夫。大丈夫なんだ。うん、いいんだ。体重計持ってこんかった今回。持ってこいよ、こすげる。このカバンで。キャリーの時やったら持ってくるんやけど、キャリーじゃないから持ってこいよ。本当にやだ。今日もなんかさっきあのカロリーのアプリ入力したってびっくりしたよ。何したんと入れるなって言われて、何がと思ったら、やっぱり病気なの。あれ 2,3 年続けとるけん、もうやりたくなるよ、ね、しないとなの、ね、許してほしい、うん、私がメモ取ったら計算したら0000。ダメ、嘘だもんそれ。手つないでないよ。ね、さっき手伝いでこうやってした、ヤマちゃん。嘘、本当だよ。無意識や、そんな。無意識や、無意識でしたね。継続力ある、何でもないよ。偉い。でもハマってるものとかすぐ終わっちゃう。唐揚げも1ヶ月食べたらもう終わって、カステラめっちゃ3、え、でもカステラめっちゃ続いたよね。うん、長かった。うん、今チョコレートドーナツなの。チョコレートケーキドーナツ今日さ、うん、それこそ集合前に買ってさ、うん、買ったけどさ、うん、移動中も食べずに、うん、今ジオン今日も食べる、これおすすめです。みんな某コン某某ドーナツ屋さんの某ドーナツに似ててとてもおすすめです。どの某ですか。某くから始まる、うん、みです。みか、みから始まる某ドーナツ屋さんの某のドーナツに出てボーナツ、ボーナツ、そう、とても美味しいです。ミスターボーナツ、で、ソラハを見つめてる時のパちゃん可愛い顔してるわ、だってリコチにも言われるもんな。ね、なんか女の顔してるって言われるよね、うん、
ニコニコしてるキラキラね。泣いちゃう。明日髪の毛どうしようかな。そらが決めたら何がいい？絶対湿気やばいから。ちょんまげ、ちょんまげ。ちょんまげ？絶対にちょんまげの方がいいと思う。本当？検討するね。うん。検討するんじゃなくても確定。検討します。ちょんまげだよ明日は。モヒカンらしいよ。やばすぎる。やばい。それでいい全国ツアーじゃないわ。瀬戸内県ツアー回って。やばいじゃん。見つけやすいかも。確かにね。いいね。うん、じゃあスラハは、うん、真ん中だけ剃るわ逆に。ここだけ剃る。補っていくお互いの。お互いの。いや何分？やばい57分。どうぞ。今パパだから。うん？パパ？私パパやった。え、ちょっと聞いてほしい。最近私のこと、あー何、最近私のことまいちゃんっていうの。私もうまいちゃんまいちゃんね、まいちゃんみたいな。違う、でも違う、でも違う、でもまいちゃんにも言うの。私まいちゃんにも逆にパチャーンって言っちゃってさ、まいちゃんあーって感じだからさ、あうんまいちゃんって言ったら、まいちゃんもたぶんまいちゃん気づいてない。まいちゃんのことパチャって言ってさ、パチャの妹の名前で呼ばれる時もある。あ、そうそうそう。そう、新聞に間違い。そうなの。言っちゃうの。一緒に言い過ぎてる人だからね。うん。でも光栄ですよ、そんな美人と間違えられた。え、顔じゃないけど。顔じゃないけど。一緒にいるっていうのがね。うん、今日も可愛かったまいちゃん、ね。マジで可愛かった。もう食べるマジで。ね、そろそろ食べていいかな、まいちゃんのこと。ダメ。もくもく。ダメ。空が食べるからダメ。まいちゃんが聞いたら怖がられて。58分。やばい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 。いきまーす。13位さわっちょさん、12位メロンのあさこさん、11位いっちゃん、10位しんいちさん、9位りょうへいさん、8位陣内さん、7位クアドリさん、6位台湾ジョジョさん、5位ワウワウさん、4位 Z さん、3位シュンさん、2位ヨシヒロさん、1位 G2 さん、ありがとうございました。それでは男女読みます。13位ザキヤマさん、12位ヨイさん、11位シェリナデさん、10位アライさん、9位ウヨモッチさん、8位アスパラさん、7位カイトさん、6位 YD さん、5位オスジさん、3位よ、4位タカさん、3位 BBB さん、2位ヨシヒロさん、そして1位はイキャスさん。ありがとう。ギフトもありがとう。読めてないんですけど、コメントも全然読めてないんですけど、コメントしてくださった皆さんありがとうございます。配信も見に来てくれて、今日はまったりまったり、ね、イチャイチャだったんですけど、ほぼほぼありがとう。まったりまったり、おじゃる丸だったよね。うん、ジェネレーションギャップかな。ジェネレーションギャップはわかるよ。ではでは、ウインクしてた、嘘してた、してた。つろうとして、違うよ、パちゃんのファンの方おやすみまいちゃんって言われた。ね、まいちゃんおやすみ。まいちゃんありがとう。はい、嘘だよ。パちゃんバイバイ、おやすみ。クレッチョン、クレッチョン、バイバイ。クレッチョン、ちょうど終わった。